目が乾燥してる。こんばんは。ピース。ネズミが映っちゃった。あー、ウサギもカメも映っちゃった。クラッシュ。今から夜勤行ってきます。いってらっしゃい。成人おめでとう。ありがとうございます。こんばんわんこそば。こんばんわんこそば。ふさふさ豆大福がこのふさふさを不思議そうにクン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 してた。かじらんといてと思いながら見てたけど、かじりはしませんでした。寒い。ほんまにここの部屋に暖房をつけたばかりでして、ちょっと寒いですね。お話し会に行く勇気が出やん。どうして。勇気がなくてもできるものです。それぐらい大丈夫ですよ。お話し会テロップ書いておこう。できた。こんばんは。今日の配信では今ね、ちょうど今日の昼の12時からお話し会の第1次の受付がスタートしたんですけれども、今回の26枚目シングルのお話し会では、全部数完売を満員を叶えたくてですね、叶えたくて、なのでそれに向けてまずはハッシュタグ決めたいなと思って、それをちょっとここの今このショールームで配信で決めようかなと思います。頑張れど頑張れど。ナンバトル2の投票権もつきますね。ナンバトルなんかメンバーももちろん大変やけど、ファンの皆さんも大変やと思うのでね。まあでもやっぱメンバーはお願いしますって言うけど、この人も無理のない範囲でね、なんか楽しみながらできたらいいなと思います。ハッシュタグ決めたいなって思います。あーさ、ナンバトル発表の時のリアクションすごかった。ほんまに。あーさ、自分では見てないんですけど、すごい顔してたねっていうのをナノホからも言われました。あなた顔がわしやばかったわよって言われた、ナノホに。あ、そう、振り替えもあるんですよ。私25枚目シングルのしだれ柳の時にちょっとお休みさせていただいた日程がありまして、その、お話し会できなかった分が今回のシングルの振り替えとな振り替えで受付もされてますので、なんかね、いろいろ申し込むのとかちょっと普段と違うのかなと思うのでややこしいんですけれども、簡単なのかな、ちょっと私やったことないので分かんないんですけど、振り替え手続き、そう、もう皆さん まだって方はぜひ申し込みを忘れないようにお願いいたします。返品対応もありますので、もう皆さんにお任せしますね。日程とかいろいろ予定あると思うので、はい、すいません、お知らせが遅くなってしまって申し訳ないです。
確かにね、オンライン、今回もオンラインですが、まあ直接会える時がいつ来るか分かんないし、もしかしたら来ないかもしれないとか言って、マジか直接会える時がね、いつになったら お話し会に戻るんやろうとか、お話し会じゃなくて握手会に戻るんやろうって思いますけどね。いつなんやろ、まだ厳しいんかな、今またなんかニュースでやってるし、結構直接がいいですよね。だってさ、あの私ね、メンバーに最近ちゃんと SNS 更新しなと思って、写真を撮ってもらうんですけど、ファーサは写真とかよりも生の方がいいわって言ってもらえるんです。なんかいいんか悪いんか分かんないんですけど、それってだから、まあ、正直お話し会のやつは漏れないです漏れないんです。恐ろしいぐらいに光の関係とか、このタブレットの画角とかがちゃんとセッティングされてるので、自分たちでこういじったりできないんですよ。だからすごく漏れないです。その顔で皆さんと会話をするのがなんか申し訳ないし、なんか恥ずかしいなと思って、いつもはーって完璧な、いい自分でよしと思える自分でお話できてない時が多くて、だからね、直接会ったらもうそんなんないじゃないですか。もうほんまの自分やから、もうそれはそれで仕方ないじゃないですか。だからさ、だからさ、会いたいなと思います、本当に。本当にね。見て、髪の毛伸びたと思わへん？ほら。で、伸びたやろ？ここまであるんです。伸びた。もうちょっと伸ばす。ここら辺まで伸ばそう。一番髪の毛長い時ってどれぐらいあったんやろ？どれぐらいあったんやろ？な、どれぐらい前伸ばす？あと8センチか10センチ長く伸ばしたいなと思います。初恋少女の時が一番長い、そうかも、あの時が一番長いかもしれへん。うん、そうそう、まだ伸ばします。なんかめっちゃ長くやってみたいんですよね。今まで短いのやったことあるけど、ほんまに長いのやったことないから、お話し会で初朝におすすめの枠ってある？なんかどれでも OK どれでも OK です。今回はコスプレとかするの？コスプレ、ザ・コスプレってやつは私は苦手なのでしないです苦手なことをしてもなんか不安になっちゃってテンションが上がらなかったりして、なんかそれがファンの方に伝わったりとか、それでうまく話ができなかったら嫌なので苦手なことはしないんですけど、なんやろうな、自分がやりたいと思うのはやりたいけどね、なんやろ、ネガティブやん嘘、これもネガティブに入る？嘘、これぐらいはネガティブじゃないですよ。
今の格好みたいな話になりたい。嬉しい。こういう格好が一番ほんまに。そうだね。あ、ホットカーペットがめっちゃあったかい。最高やな、やっぱホットカーペット。最近ハースちゃんポジティブ足りてる？へえ、ポジティブ？足りてるよ。最近は足りてます。昨日はミラコって何食べたん？昨日何してたっけ、ハワさん。最近毎日ないんですよね、記憶が。昨日何してたっけ？昨日何してたっけ、ハワさん。え、ほんまにね、記憶がなくてね。昨日何してたっけ？昨日何日ですか？何してたっけ。最近ほんまにね、思い出せないんです、昨日のことが。前日のことも覚えてない。昨日何してた。12日。昨日やばい、思い出されへん。昨日何してた。昨日思い出した。シンシンと過ごしてた。うん、シンシンと過ごしてました。ミラコちゃうよ。多分モバメに送った写真がミラコとの写真やったから。これはその人は限らないので写真は、あれ前の写真ですね。昨日はシンシンと過ごしてましたね。今日もメンバーと過ごしてましたね。メガトロンとしてるわ。シンシンとも、ね、結構仲が良くてですね、一緒にご飯行ったりとか、一緒に過ごしたりとかしてます。ポケット多いのはあのチェックのダウン。そうです、あれお気に入りのダウンです。今年買ったやつ。新チーム一緒。そうです、嬉しい。新チームね、私が頼ることができたり、仲が良かったりするメンバーも多くて、すごいね、楽しみですね。みゆどう？和田さん、和田みゆさん、和田みゆさんと呼んでるけど、みゆさんはハースのことハーちゃんって呼んでくれてて、距離が縮まっております。ハース、お話し会何話すのが楽しい？何でも楽しい。なんか趣味の話でもいいし、ご飯の話でもいいし、メンバーの話でもいいし、何でも
なんでもっていうのが難しいんかな。なんだろう、なんでも楽しい。8期生はそれこそあの成人式で一緒だったあやぴょん、あやかちゃんとみおちは一緒に写真撮ったりしましたね。まだ載せてないけど写真撮ったり喋ったり、一日一緒に過ごしたんでね、喋ったりしました。ミスドの話、ミスドの話任せて。あ、ねえ聞いて、新しいドラマ始まったじゃないですか。あのコンクールのコンクールって、あのコンクールじゃなくてね今回の今何月、今1月か、1月から3月の期間のドラマあるじゃないですか。あのそれでドラマは今のところもめっちゃ見てるんですけど、私めっちゃ菅田将暉さんのあのドラマがめちゃめちゃ好きで、おもろーって思って、でミスタードーナツのコラボをやってはるんですよ。でそのミステリーという流れ、そうめっちゃ好きなんです、ほんまに面白くて。でね、そのね、原作もめっちゃ面白いんですよね。ちょ原作も読まなと思って、でそのねミスタードーナツのあの紙の袋あるんですよ。あの紙って言ってもくしゃくしゃってやるんじゃなくて、ちゃんとしっかりした紙のやつのあの箱があって、それがそのバージョンなんです。でもそれが欲しくて仕方なくて、でそうミスの箱のコラボのやつ、そうで、私は、今日それを箱をもらうために、ドーナツをたくさん買ってきました。12個買いました12個買って、もう家帰った瞬間ドーナツを別のお皿に移して中をきれいに拭いて飾ってるリビングに置いてる買いました。まあもともとミスタードーナツめっちゃ好きじゃないですか。ハーサ甘いの大好きやし、ミスド大好きなんです。ハニーチュロが大好きなんですね。 で12個のうちハニーチュロを6個買って、でもうすでに3個食べました。であとはお父さんが好きなハニーディップとポンデリングのソーダ風味っていうのがあったので、気になったので、それとなんか期間限定のショコラのやつ、ショコラのなんかやつをとかをいろいろ買って帰りました。そうめっちゃ好きなんです、ドーナツ。甘いのが好きでね、そう全部自分で食べますよ、当たり前じゃないですか。そんな自分で買っても食べたいから買ったんだもん、そう全部食べますよ、渡さないどうしても欲しいって言われたらいいよって言うけど、これならいいよとか言っちゃうかも、ドーナツ。でもね、なんかコラボのねパイもあるんですって。でもそのやつが売ってなかったんです。だからまた買いに行かなきゃと思って、そう大好きすぎてね。そうなんです、もうドラマが面白すぎて、ほんまに私テレビとか大好きなんですよ。もうドラマ好きやし、とにかくドラマ好きなんですよ。日本のやつも海外のやつもドラマと映画がめっちゃ好きで、ドーナツとマクドどっちが好き？どっちも好き。そう大好きなんです。やば、ハッシュタグ決めるとか言ってたのにまた雑談してる。
ミスドの福袋は買わなかったの。もちろん調べましたよ。でもポケモンだったじゃないですか。私ポケモンは全然知らないので、ちょっといらんなちょっといいかなと思っちゃって買わなかったです。首が痒い。私嗅いたらすぐに赤くなっちゃうの。ほら見て、赤いでしょ。もう痒い。ちょっと めっちゃほんまにね。ハッシュタグ決めます。水野とハーフどっちが好き。やばすぎやばすぎるハッシュタグ。タワー来たよ。マジ？タワー来ました。まさゆきさん、ありがとうございます。ほんまにもう毎回、もうほんと申し訳ないぐらい嬉しくて、ありがたいです。ありがとうございます。私のつむじプレゼント。すいません、こんなん言って。ありがとうございます。あ、すごいね。なんか桜みたいなのがついてるクマさんですね。ありがとうございます。今日本屋さんで熊の絵見てきました。ありがとうございます。あ、これ着物着てるんですか。着物着た熊さん。もうなるほど。下がね、成人式しよう。なるほど。それではハッシュタグを決めたいと思います。朝平和すぎてむっちゃいいね。嬉しいです。平和が一番、平和が一番いいんです。あたの家にもクマさんがちょうど目の前にいますね。もうエアコンの風にビュービュー吹かれてる。目が乾燥する。ハッシュタグ決めるぞ。お話し会全部数満員にさせるためのハッシュタグ。ハッシュタグを決めるのはいいと誰かに聞いたので、誰に聞いたか忘れたけど、いろんな人から聞いたと思うのでちょっと作りたいなと思います。ある人人任せ。アーサはコンタクトしてますよ。何も色ついてないカラコンじゃないやつ、普通の眼科行ってちゃんとするやつ、コンタクト。何する。朝の案はでもさっきちらほら来てたやつもいいなって思ってました。朝の案はみんな、なんかはるちゃんとかなんか分かりやすいのしてましたよね。分かりやすいやつがいいですね。お話し会のハッシュタグなんやなっていう。ハッピースマイル満員計画、それさっき見ましたね。ハッピースマイル満員計画、ハッピースマイル満員計画、いいね、いいですね。ハッピースマイル、あとは何やろう。ちょっと考えタイム入ります。こんばんは、笑顔完売計画。おー、いいですね。私の笑顔が完売するってことどういうこと。でもそういう意味としても捉えれますもんね。満員がいいかな。ハッピースマイル満員計画、いいですね。満員ってつけたら分かりやすそうですね。
確かに、なんやろ、みんなどうやって考えてんのやろ。鼻かゆ。そうねな、満員っていうワード入れたいですね。笑顔満員計画、ハッピースマイル満員計画、南ハーサといえば何やろうが、南の空満員計画、おーおー、考えてるな、考えてます、考えてます、笑顔満員計画かハッピースマイル満員計画やったらどっちがいいと思いますか。こっちもいいよね。ね。こっちがいいと。ハッピースマイル、あ、みんな、あ、ハッピースマイルが断然多いやん。ハッピースマイルやん。見て見て、もうみんなハッピースマイルやで。ハッピースマイル満員計画で皆さん意味とか伝わりますか。どう。ケイトのハッピーセット懐かしい。コロナ前やんそれ、懐かしい。どっちがいいかな。どう伝わりますか意味。ちゃう？ハッピースマイル満員計画いいんじゃないでしょうか。どう？私は結構気に入ってますが、なんかでもほんまにそういう感じがいいかなっていうのを思ってたから、そういうハッシュタグを作ってる人ね、人のやつとか見ていいなと思ってたから、私的にはもう予想と、予想というか想像というかもういい感じって感じなんですけど、ハッピースマイル満員計画、今バイト終わった、お疲れ様です、ハッピースマイル満員計画にしよう、決まり、決まりました。勝手に勝手に案聞いて勝手に決めるっていう、ほんまになんかもしなんか大丈夫かなって感じなんですけれども、ビースマイル満員計画を今回の、26枚目シングルのお話し会のハッシュタグにしたいと思います。皆様決まりました、ありがとうございます。そう、達成計画じゃなくて達成にな変わったらちゃんと達成っていう風にも変えますね。それでやったーってみんなで喜びましょう。そう
そう、ハッピースマイル満員計画、母さんもハッピースマイルになって、皆さんもローになって、それで私のお話し会の部屋が、ルームが満員になるという意味でございます。安定のバイク、そうです、バイクです。そう、ありがとうございます、皆様アンダーしてくださったり意見くださって、早速今日から使っていきます。どうやって満員にします、どうやって満員にしよう。でもお話し会の受付期間とかは、あの配信をあのちゃんとやろうって思ってて、うん、配信を してこういう言葉で呼びかけようと思っています。ハッシュタグ告げてツイートしてみてありがとうございます。なんか服装とかは、どういうのがいいのやろ、わかんない。こっちがコスプレしてもいいですか？あ、めっちゃ嬉しいですよ、そういうの。もう楽しくなるから、もう似合ってくださるのはぜひぜひお願いします。めっちゃ嬉しい。なんか宣伝画像はどの SNS 載せばいい、嬉しい、そういうのを考えてくださってるのか。宣伝画像はどの、もう何でもいいです。ツイッターでもいいし、でもツイッターの方が見る人多いかな。あとはその画像とかも私があの使わせていただいたりとかもできるので、ぜひお願いいたします。ありがとうございます。お悩み相談室の人がいてほしい。おー、やるやるやるよ。でも皆さんどう、お悩み相談室の日どうかな。みんな、まあお悩み相談じゃなくて普通の雑談でもいいんですけどね。ありですね、ありですね。あとは一番最後の日程が3月の末とかだったじゃないですか。私のあの早めのなんか4月誕生日に近かったり、誕生日の後やったら生誕 T シャツとか着れたんですけど、その日程はまだあのほぼ 100% の生誕 T シャツができてないと思うので、私の元にも届いてないと思うので、なんかできないなと思って、でもなんかできたらいいなとか思うんですけど、やりたいなと思うんですけどね。そう、お悩み相談室、みなみメンタルクリニック、いいね、そういうのもやります、やります。そう、でも日程見た時に、おって思ったんですけどね、誕生日って。目が乾燥してる。お揃いのものを作る、いいね、お揃いのものを作る、確かに、
あ、今思いついたのはそのお揃いのものを作るのをコメントで考えたのが、配信、私がショールームをしてて配信中になんか皆さんと一緒にものを作るとするじゃないですか。簡単なものね、簡単なものを作るとするじゃないですか。で、私はその配信ではその作ったものを見せないんですよ。で、そのお話し会の時にあの皆さんが作ったやつを私に見せてくれて、母さんも皆さんにこれって見せるっていうのはどうですか？どうですか？そう。そしたら話のネタがないって困ってる方もそれで会話のネタになればいいなとも思うし、お話し会に来てくださった方だけが私のとのお揃いのものを見せ合いっこできるっていうのどうでしょうか。何を作るかはまた考えなあかんな。でも簡単に準備できて簡単に作れるやつね。そういうのもやりたいなと思います。ダンボール貯めといた方がいい。いや、いいよ。ダンボールじゃなくてもいいんだけどね、ほんまに。もう何でもいい。折り紙でもいいしね。まあ、何を作るかはまた考えるとして、そういうのもできたらいいなと思います。一緒に美味しいものを食べる日。ああ、確かに。お話し帰りながら食べ物食べていいんかな。それをなんか食べながらとかやってる人は見たことがないんですけどね。いいんかな。ネイル見せてください。ネイルですか？これでピント合う？ほらベイマックスです。え？待って、待って、まあ驚きの情報が入ったんですけど私の元にコハタンが卒業発表したみたいですよ。待ってってなるよなこれ。コハタンがショールームで発表したんですか？ショールームで。あ、コアダーン、コア、そうなんか考えてたんか。そうか、ミックスジュースでめっちゃ仲良くなってコアダーンの面白さにめっちゃ助けられてたのに。コアダーン、そうか、考えたんですね。卒業するって決めるのはほんまに考えて悩んで決めることやし、一つの人生のね、自分の道を決めたんやなって思うとすごい決心したんやなって思うし。ミックスジュースの折り目3人、嘘やろ、8人おったのに3人になった。マジで誰や、誰でがおるっけ。シンシンと私と、待って、フーはだけですか？7期生初、そうですね、まだ1年ちょっととかですか、7期生やったら。そうか、寂しいね。コハタン面白くていいキャラクターしてるのにね。
いろ今までいろんな活動の中で悩んだりとかしたと思うけど、そのコハタンの、うん、そのコメントとか面白い子とか言ってるのを見て、なんかそうやって皆さんには伝わってるんだよなと思うとすごいなって思いますね。できることが限られた中でもそういうのを伝えれるコハタンはすごい。そうか、びっくりするよね卒業ってね。ほんまにメンバーも知らされないものですからほんまにいつも公演の市松礼の時に何もないかなって考えながら頭下げてるから、実はね。バナナとさくらんぼと梨しかおらへんな。そっか、でも一緒に成人式できてよかったな、こうやった。ミックスジュースも減っちゃったね。もうね、ミックスジュースも終わりが近づいてきているし、卒業発表ばかり聞いておりますね最近。ほんとハチキセイの池さんが南さんに釣られたって書いてました。え？なんかしたっけ、あざなんかしたっけ。なん8期生のみんなとあんまりまだ会話もできてないし何もできてないぞ。え？でなんでだろう、気になるね。最後までミックスジュース応援してる、ありがとうございます。お願いします。アミルとアミルに会うたび寂しいって言ってる。ミックスジュースが終わるの、ミックスジュースめっちゃ好きなんですよね、雰囲気とか。今坂向けをめくってしまった、こっちに出てきました。すぐにめくっちゃう。ハッシュタグ決まりましたし、配信終わりましょうか。終わりましょうか。40分ぐらいしたかな。よいしょ、配信をそろそろ終わろうかな。そう、お話し会は明日のお昼の12時までです。多分合ってますよね。12時までで、私がフォーチュンミュージックをやってる時、フォーチュンミュージックやってる時は確かほんまにお昼の12時までで、で夕方の6時ぐらいに当落やったと思うんですよ。当落発表やったと思うんです。ですよね。私がオタクだった頃、ビースマイル満員計画、うん、です。皆さんお忘れずに、忘れずにお願いいたします。
48グループ最年長目指そう。無理無理、そんなそんなそんなできないよ私には。アイドルでは皆様、私はランキングを読みますわね。ランキング、あ、ここや、OK。 あー、目が乾燥してシュワシュワする。13位、クニさん。12位、成島正弘さん。11位、パロパロさん。10位、コンペイトーさん。9位、部長さん。8位、コウゾウさん。7位、ケンちゃん。6位、ホリッチさん。5位、ケイコちゃん。4位、ヤックン。3位、ヤッサン。2位、好きなその人さん。1位は正幸さんです。ありがとうございます。ファースは冒険少年出ない、めっちゃ出たいですよ。めっちゃ見てます、あれ見てます、見てます、めちゃめちゃ楽しいですよね。あれ、あのギフトを送ってくださった方のお名前を呼びします。くにさん、部長さん、けいこちゃん、たるぴっぴさん、まさゆきさん。私に表示されてるのは以上となりますが、呼ばれてないって方いらっしゃいましたらコメントで教えてください。ハッシュタグハッピースマイル満員計画です、ですです。オタクもハーサもいつ辞めても悔いが残らないよね。ね、本当にそうです。押せるときに押せやから、推しは押せるときに押せ。アイドル活動も本当にアイドルの間は全力でね。いいね、いいハッシュタグだね。そうですね、幸せになれるハッシュタグができました。おすこい。皆様ありがとうございました。私はお風呂に入って、最近ハマっている本を読んで、ドラマを見て、寝ます。明日は、明日もちなみにせですね、某元メンバーとあの子と遊びに行く予定があります。あの子元メンバーです、ドラさんです、の卒業メンバーと遊ぶ予定となっております。まあ、また写真をあげれたらね、載せたいなと思うのですが、載せれるかわかんないです。おー、みんな二択やな、何の方がリオナって、その二人のどちらかでございます。どちらかです。ね、お久しぶりではないですが、でも久しぶりではないかな、まあ、でも会ってきますね。ほんまに寒いから皆さん風邪ひかないように。皆様ありがとうございました。またね、バイバーイ。